エスタディオ・デ・メンディ・ソロサザは、スペイン・バスク州、アラバ県ビトリア・ガステースにある、市営スタジアム。リーガ・エスパニョーラに所属するデポルティーボ・アラベスの、ホームスタジアムであり、サッカーバスク代表が、親善試合に使用することもある。19,840人を収容する、エスタディオ・デ・メンディ・ソロサザと呼ばれることもある。エスタディオ・メンディ・ソロザの周辺は、 ビトリアガステースのスポーツ施設が集中しており、隣接して、メンディソロツァ市営プール、メンディソロツァ陸上競技場、スタジアム財団、メンディソロツァペロタ競技場、メンディソロツァ大育館がある。アラバ地方の守護聖人であるプルデンティウスの祝祭の前日、1924年4月27日に、エスタディオでメンディソロツァが会場した。 スポルティング基本のエルモリノンとバレンシア CF のメスタージャに次いで移転を経ずに現役で使用されているスタジアムとしてはリーガエスパニョーラでスペインで3番目に古いスタジアムである。1950年代から1970年代にはビトリア市第二のクラブである CD ビトリアもテルセラディビシオンがエスタディオメンディソロザをホームスタジアムとして使用した。 幾度かの改修を経ており、デポルティーボ・アラベスがプリメーラ・ディビジオンに昇格した1998から99シーズン前には大きな改修が行われた。2016年9月にはスタジアムを近代化し拡張する計画が発表された。この計画により収容人数が2万5千人まで増える可能性がある。しかし、2020年以降の 新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴う経済的問題により、2020年6月には、改修計画を1年以上遅らせることが承認された。1980年のビルヘンブランカ再期間中の8月5日には、サッカーバスク代表対サッカーハンガリー代表の親善試合が開催され、バスク代表がこの位置で勝利した。ありがとうございます。